はい、今回ですけど、ニックのね、スキルレベル5を使ってみたという動画になります。こちらね、セレクトボックスでラインナップされているというところでね、まぁ、ちょっとね、使ってみたいなと思っております。で、スキルとしてはランダムに、ツムを消しますというところで、チャシャネコとかの上位互換かなというスキルですね。で、なんかね、スキル発動中にハムスターが来るんですけど、まぁ、それのね、数によって消去数が変わってくるらしい。どうやら。うん、まあ、その辺もね見つつ、まあ、ちょっとねやっていきたいなと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まあ、多分ねそんな強くない。多分ランダム消去のさ新しいツムが出たんですけど、まあ、それがね今月の新ツムホーンドキングになるんですけど、そちらのがねもうあまりにも強すぎてですね、もう使い物にならんと思うよ。うん、でもね、ちょっと使っていこうかなと。おお、消去数多いやん。ハムスター何体来た ?1、2、3、4、5、6、7。7体。てか結構消去しないこれ。6体。ほら、6体だと26消去とか、なんかね、決まってるらしいよ。1、2、3、4、5、6、7。ほら、27消去。ちょっと消去数が増えるんですよ。1、2、3、4、5、6、だ、26かな?ほら。という感じで、うん。法則があるんですよ、これ。これ7だから27だと思いますね。ほら。うぃー。てか、俺こんな消せると思わんかったんだけど、結構強いやん。思った以上に強いことにびっくりしている。意外とコイン稼げるぞ、これ。さあ、7体だから。おー、大きいツム。消えたんでね。32消去だ。さあ、7体だから27か。28。これ、大きいツム2つ消せば、いやー、1個か。32。31あった。これマジで、結構稼げるやん。めちゃめちゃ弱いと思ったけど、結構稼げるぞ。真面目にやれば。ズートピアの妻は強いのか。うん、頑張れば4000コインぐらいいくな、これ。舐めておりましたわ。スキルループもね、結構するね。やっぱこれ、マイツム以外を消してるんかな?一応。うん。なんかそんな感じ。だから最終的に残るのが結構、ニックが残ることが多いんですよね。で、まあ、これでね、急消去とかでやって、タイムボムを狙いつつスキルループをしていくという戦法ですよね。こんな感じで。この戦法をね、最初からやっていれば、多分、うん、だいぶ稼げる、積むかな。はい。という感じで、いや、でも、まあ、途中からなんとなくコツをつかんできたんですけど、まあ、それでも2500か。おー、まあ、ちょっとガチでやってみたいですね。まあ、またね、ライブ配信中でね、使ってみたいと思います。はい。ということで、今回は、ニックのね、スキルレベル5を使ってみたという動画なんですけど、一応ね、ハムスターみたいのがね、こう走ってくるんですけど、それの数によって、まあ、消去数が変わってくると。いう、まあ、スキルになっております。よろしければね、使ってみてください。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。